おはようございます、今日はですね、ちょっと昨日よりもお天気がいいみたいですね。今日も一日よろしくお願いします。部屋から見える、琵琶湖の様子です。今日はですね、こんな風に、昨日泊まった部屋からですね、琵琶湖がすっごい綺麗に見えます。最高やねこれ。部屋の片付けも終わりました。朝食もきちんと食べました。あとはもう退室というかね。さて、森の交流館と言いますね、これね。この前琵琶湖は見えてるんですけど、さっきからねパーッとこう霧がちょうどその前に出てきて、だから見えないんですけど、この絶叫ブランコっていうのがね、今から行ってきます。ここが絶叫ブランコのようです。まだ息ついてませんから分かりませんが、おお、いやーこれは素晴らしい。おお、こうすっごい気持ちいいな。最高の場所ですね。これがね、絶叫ブランコですが、ちょうど今日ブランコはどうだろうか、下がちょっと濡れてるのじゃないでしょうか。牧野のメタソセコイア並木にやってきました。しばらく綺麗よな。メタセコイア並木散策中です。のんびり、こんなもんやな。今ですね、これは海津大崎というところを回っています。琵琶湖のところなんですけど、桜並木がすっごい有名なところですね。桜の時期はこの辺りすごいらしいんですけどね。あのな、絶対逃げ口じゃ、うわ、しかも
までのやつ聞いて入ってな、うん、筆なしに。で、あのこう、これこそ何て言って、あの帽子ない、こう、編み傘っていうの。うん、渋いで。うん、これで強いだよ。これ、去年なんかそうない、これ。これがですね、海津の町並みです。うん？あの写真のな。今走ってるのが奥琵琶湖パークウェイです。つづら坂、つづらを展望台の方に行く、まあ坂道っていうかになっています。ここがつづらを展望台、つづらを尾崎って書いてある、つづら尾崎展望台。どこどこ？つづら尾崎。あ、つづら尾崎展望台なんか。おー、ちょうどこう琵琶湖の方なんていうな。奥琵琶湖パークウェイつづら尾崎展望台の恋人の聖地だそうです。琵琶湖ってこんだけゆっくりほんま見ることないけん、すごいなこれは。北陸自動車道に乗りました。まあこっからはですね、富山県の宿まで、もう特にどっかへ寄るっちゅうこともなく高速道路で行きたいと思っています。今ちょうど小矢部というところが出口なんですけど、これは富山県です。富山県に入りました。今日は富山県の氷の見るって書いてあるんか、氷見にの宿に泊まります。温泉なんですけど、温泉宿に泊まります。楽しみですね。でもまあ、はい、富山県に入ったってことがもうすぐなんで、まあまあ嬉しいですね。今、農越自動車道に入りました。農越っていうのは、まあ、能登半島の輪島のとこから、富山越中ですね、富山の方への小矢部のジャンクションまでのことを言うそうです。農越道を降りて、まあ氷見で降りたんですけど、氷見どうだった、西だったっけ、北で降りて、稲積町です。まあ氷見なんですけど、この辺のこの民家がですね、まあどの家を見ても綺麗ですね。大変こう格調高い家が多いような気がしますね。
ここからですね、もし本当に天気が良ければ、こんな風にですね、立山連峰が見えるみたいですね。しかし今日は全然ダメですけどね、こんな状況ですけど。こんにちはです。お待ちしております。どうも。今日もお疲れ様でした。よかったな、スーパーも見つかって。うん。お前以外に見つけられたな。